はい、おはようございます。ここはですね、阪急宝塚駅でございます。宝塚の広場ですね。空が赤く染まっております。今日は神戸のスマまでね、行こうと思います。距離で約42キロですね。はい、2年半ぶりに家族さんと一緒に行けるか、ちょっとトレランしてみたいと思います。家族さん、意気込みをお願いします。はい、昨日の朝聞いた時は新神戸までって思ってたんですけど、スマになりましたね。まあまあ行けるか分かりませんけど、そうですね、はいはい、まあ、行けるとこまで、まあ、10時間ぐらいちょっと行ってきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。早朝朝5時半でございます。いい天気になりそうな予感でございます。延平寺までの道を登っております。延平寺六甲最高峰まで行ってきたいと思います。ここからが登山道ですね。よいしょ。今標高どれぐらいでしょうね。ここから700ぐらい登っていきます。スマまで走らなきゃいけないので、だいぶ緩く行ってます。下りはね、走りますけどね、上りはゆっくり入ります。1時間10分が経過いたしました。家族さん、今日は何時間ぐらいで参りましょうか。何時間かな、9時間ぐらいで行けたらいい。9時間ですね。早い時は6時間ちょっとでね、行ってたんですけど、それはちょっと無理なので、来年の160キロのウルトラトレイルマウント富士というレースに向けて足を作っていきたいと思ってます。まあ8時間はちょっと無理ですかね。まあ10時間以内に行けたらなと思っております。良いお天気でございます。よいしょ。もうものすごい気持ちいい風が体を吹き抜けてくれますね。とても気持ちよろしゅうございます。玄茶屋トイへ到着でございます。ロードバイクの方が少しいらっしゃいますね。ソラさんとかいてるな。お、誰ざーす。あー、カエルさん、おはようございます。早っ。ロック最高峰もうすぐです。家族さん、調子はいかがですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。あ、緩く行ってるんで。宝塚駅から2時間12分でもうじき山頂でございます。表六甲の交差点長寿ヶ辻にまもなく到着でございます。宝塚駅からちょうど3時間1分。はい、菊生来到着でございます。天気最高ですね。めっちゃ、なんちゅうの、羊雲っていうんでしょうか、すごい雲が現れておりますね。ここで宝塚駅から3時間40分でございます。まあまあいいペースですね。ベストタイムから20分遅れぐらいの感じかもしれないです。完了。ここが痛い。置いていきます。綺麗ですな。秋になったらもっと紅葉が綺麗だと思います。鍋豚到着いたしました。明石海峡大橋も見えますね。鍋豚486.5メートル。天気良いわ、これ最高ですね。神戸の街、ホテルオークラ、アメリケンパーク、あー、和歌山の方まで見えてますね。淡路島、明石海峡大橋ということでございます。有馬街道でございます。有馬街道、車が通っております。
鍋豚を降りました。27キロ、5時間47分ですね、休憩込みでございます。あと3時間弱ぐらいですかね。頑張りましょう。池のほとりを落ちないように行きましょう。太陽がね当たったらこれ暑いと思うんですけどね、日陰なんで涼しいですね。最高にいい条件ですね。まあ、トレランもロードバイクも今日は皆さん楽しんでいらっしゃるんじゃないでしょうか。キャノンボールの練習の皆さんということで、はい、今から藤原商店だけの方と、はい、気持ちは宝塚、気持ちは宝塚どうですか。じゃあ安全に、はい、行ってまいりましょう。はい、お疲れ様です。どうもどうも、お疲れ様です。あとどれくらいですか。15キロぐらいですか。15キロ頑張っていきましょう。素晴らしい天気ですね。この山々を越えて須磨までね行きます。加藤さんどうですか。はい、ゆっくり行くと楽ですね。割とね足が持ちます。持ちますね、はい、足は全然疲労が少ないですね。今 28.3 キロ。ここかね、そがれますね体力。もう砂に入ってるんですけど、きついです。かなりかなりきついです。前太もも痛いのでテーピング。スマークスでございます。今のせです。よいしょ、今のせ。こんな岩場でございました。スーマーアルプスでございます。後ろはね町がありますが、まいりましょう。後半ですけどだいぶ辛いな。気を曲がってまいりました。キャノンボールの思想という感じですね今日は。ようやく400段階段ございますね。加藤さんが軽快に下っていかれます。非常に天気がよろしゅうございます。ここでビール飲んでもいいですけどね。ナイスビュー、砂浜が綺麗。じゃあ長宿海峡橋がとっても綺麗ですね。雲が少なく真っ青な青空でございます。はい、じゃあスマウラの駅まで下りましょう。最後激坂を下りつつ海が見えつつ、もうちょいです。線路が見えてきましたらウィニングレオンです。加藤さんお疲れ様です。スマウラ到着でございます。42キロですね、スマウラ公園駅。はい、到着しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。ちょっとゆっくりめにしたので割と一番元気なゴールでした ね。足の負担がちょっと楽でしたね。ほぼ9時間ジャスト、最速より2時間半遅いと。そうですね、加藤さんで3時間、3時間ぐらいちょっと遅めのゴールでございました。はい、はい、いい運動になりました。はい、来月のキャノンボールランの思想でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。